今から150年前、1872年10月14日。新橋横浜間に日本最初の鉄道が開業した。鉄道は日々進化を続け、様々な形へと姿を変えていった。鉄道という存在が我々の暮らしを豊かにしてきた。そんな鉄道を使い、ある挑戦をしようとする奴らが、舞台は愛知県名古屋市内の町々をぐるりと回っている地下鉄名城線。円形状に市内を走り回る名城線だが、ふと一つの疑問が湧いてきたのだ。名城線って一日で最大何周回ることができるの？今まで誰もやったことがない挑戦だろうが、誰しもが気になる疑問であろう。しかも今年2022年は名古屋市営交通制定100周年。ということで、これからお送りするのは、名古屋を走る地下鉄名城線に一日乗り続けた男たちの物語。無謀とも言える挑戦に挑んだその勇姿をご覧いただくとしよう。どうも皆さん、おはようございます。こじぴーでございます。現在ですね、金山駅に来ております。さあ、冒頭でもありました通り、今日はこちら地下鉄の名城線を一日乗り回したいと思います。ただ一人で回るのは結構過酷なんで、今日は強力な助っ人を引き込んできました。じゃあよろしく。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは。よりに見てる方はこんばんは、マガゼノです。はい、ということで小島がトライからマガゼノくんでございます。いやー、もう助っ人がおるだけでも心強いから、今日は蹂躙してからね。よし。というわけで、このあとね、5時半から1本目が早速始まりますんで、ここから戦いに行きましょう、はい、終わるのは日付が変わってからです。日付が変わる間、二人でひたすら名城線に乗り続けます。はい、では行きましょう。頑張るぞ。おー、早速今日の戦利品、事前品を買ってきました。助かる。運賃コ切符、これをお渡しして、うん、いこれでいくら乗ろうがこれだけで乗れるから、果たして何周するのか、どれだけへばるのか、楽しみで、動画見てる皆さんはお楽しみに。ちなみにこれツイッターでも実況してます、このタグで。タグあるんで入れてください。久しぶりにオープンしたての金山駅を見た。でシャッター開いてるの金山駅2回目、見るの2回目。2回目、 JR にとってはまだ開いてません。ちょうど今5時過ぎに名鉄と地下鉄が上がって、 JR が確か一番遅いんだったかな、5時40分とかで一番電車。我々は地下鉄です。朝5時に集合ってやるときはマジ何言ってるか思ってお前は何を言っているんだろうね、普通は。無理やり連れてこられて、で終わるのが日付変わってっていうのもおかしな話だよね、普通は。なかなかだ。今日は思い存分うちの願望を叶えさせてくれ。じゃあ金山駅、レッツゴー。それではここで今回の名城線何周できるかチャレンジのルールを説明します。名城線の始発から終点まで環状運転をし続ける列車に一日中乗車し続けます。名城線の列車にはトイレが存在しないため、どうしてもトイレに行きたい場合は2人乗車しているうちの1人のみがホームに出て下車可能。乗車列車が1周するまで1時間の休憩となります。
そして食事休憩の場合も同様に2人中1人のみがホームに出て下車可能です。ただし駅施設内にあるコンビニ飲食店のみを利用とカウントし、駅出口から外に出て利用することは禁止とします。もちろん車内の食事行為は厳禁です。そしてこれら以外の理由では緊急の場合を除きホームに出ての下車は不可能とします。以上のルールを踏まえた上で名城線に果たして何周乗ることができるのか挑戦してみたいと思います。果たして結末はいかに。今からこれをぐるーっと回って、ぐるーっと回って乗るのはどっちかはまだちょっと秘密でかな、この段階では、こっちかもしれないし、こっちかもしれないし、でちょうど今出てたんで乗りましょう。さあ、レッツゴーレッツゴー。さあどちらに乗るのかは事前には伝えてますが、今日乗るのは右回り、こちらです。はい、右回りです。さあ電車はいますが、まだドアは開いてません。今日一日の相手はこの車です。まだドアは開いてない、で昨日の終電で金山まで来たやつが、朝終電で金山まで来たやつがこれになると、今日のお供になると。まだ運転手さんがあそこで朝の始発点検をやってて、今まだ準備中だから待ちましょうと。準備ができたら多分ドアが開きますと。まあ分かるようにどの車に乗るかだけちょっと近くなんで、前から2両目行きましょう。で、ここかな、ちょうど4番で、乗る電車は覚えておいてね。で、向こうに車両の番号があるもんだから、下2桁で覚えると楽かな。09番、この電車が来たら乗ってください。さあ来ました。
みたいなのあったんですけど、歩きすぎ、歩きすぎ、45分だと思う。
橋までが名城線の中で一番最後にできた路線か。さあ、あのさっきうるさいと言ってたとこがここから始める。
あげるけど、はい、そんな人気なんだなんでだろうねいやうちのチャンネル関わるからにはこれぐらいやってもらわないとだって過去にはあれ JR の駅名を一から順番に巡ってんだもん。そうだった4日もかけて。あれは本当に疲れたよ。多分それより疲れること今やってるんだから地味まだまだこれぐらいで値を上げてもらっては相棒と言ってるからにはまだ若い。君はまだ若い。まだ若い。これを修行だと思える。
昼休憩行く？次の周回ぐらいで。うん。一旦昼休憩。はい。じゃあ一応リストあるんでそこで。もう11時半だしね。多分寝かれかった。まあ、大阪方面頼んでます。これがある。行ったことない。大船、まあ、明石台か。まあ、多分外出なければ大丈夫だから。じゃあ、とりあえず1周分、1時間で見てらっしゃる。じゃあ、この電車戻ってくるように。この電車戻ってくるように。私はその間もう一周行ってます。あ、そういうことですか。あ、そうか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 、黒がずっと待っててきた。なわけないよ、なわけないよ、乗ってるんだよ。どっちかは必ず乗ってないから。あれ、単純に分かったわ。ずっとこの車両ってやつ。ずっとこの車両だよ。あ、そうだ。うん、当たり前や。うん、絶対降りるじゃん。うん、他の電車は車庫入っちゃうからね。ああ。というわけで。はい、絶対。まだ、この車で持ってけ。はい、行ってらっしゃい。はい、1時間ぐらいか。終了。Thank you.
口は右側です。This is Motoyama, M17. Please change here for the Higashiyama line.状況なんか楽しみてきてなんかこれはこれで、ね、面白いな。ウルトラマンの次は馬娘かやりたくても電池切れでできないもん。電池なんですね。それなくさないもん。しかもゴルシだし、ゴルシ最近水着出たけど、ね、僕はあえて普通に着てるから30連回したけど来ないで、来ない。まあまあ、そんなもんいいよ。最近あんまやってないな。ていうか1年前だっけ、1年前だっけ、2年前だっけ。1年前だよ、1回も。いや懐かしい。8月中毎日あげてた。車が出るっていうドームなる。本来は1個前の大曽根駅が終わりと、電車をわざわざドームまで伸ばして、
だいぶ開くようになってきたし、ちょっともう早いけど前に行くわ。あ、いいよ、そのままでいいよ。あ、そっちは、うん、じゃあ、一旦前の車両行ってくるわ。帰りの規制かな。列車があるんだけど、それがもうなくなっちゃった終電前だから完全に枝分かれ状態っていうことは本数も実質的に減ると。さあ終電が近づいてる証拠だよ。今あそこに名古屋港からの電車が止まって、苦しい。マジですか。ジャニバーンは矢本駅で降りました。多分鶴舞線方面向かったかな。Thank you.
商店街とかも普通にシャッター街になってました、うん、実際に経験があります。それ以上にすごい僕の個人的なこと言っちゃうと、なんかいわゆるさ、そのイベントごとでここ本音駅に来ることが多いから、うん、いわゆるお昼とか午前中に来ることが多いから、うん、ないこの時間でこの看板見るとなんかすごいなんか変な感じがする。ないと、ガラスに映ってるけど行き先がこういうちゃんと水越え気になってます。そう、ドーム駅の印です。左回りのドーム駅の最終です。すごいな。左回りの最
電気今ついてるね、まあ、電車から向かう。次は大和、大和。多分この車内線ご利用の方がお待たせです。中京大学方面は次が終了です。ありがとうございました。
の中はね、こ地下鉄の駅はね、ないの。あ、そう。これで1日の旅行はおしまい。お疲れ様。明日行こう。で、この後は左回りのここ止まりの電車がもう1本で終わり、完全に終わり。こうやって電車は1日走り続けてるんです。さあ、外出てちょっと感想を聞こうじゃないですか。外の空気を行きましょう。7月30日、金山のやつ。はい、はい、よいしょ。回収されないよ。館の兄さんだから、こっち一番出口。車を止めてあります。外やでも真っ暗真っ暗。じゃあどっかちょっと喋れそうなところで話しましょう。ここ住宅街なんで、ここですね。で、向こうに私の、多分こういう趣味関係では初お披露目じゃない、あちらに止まってる赤いアクセラでございます。真ん中。はい、ということで、瑞穂運動場東駅に着きまして、私の車の中ですけども、まあこんな時間なのでお外で喋るのはご近所迷惑なので、ということで無事に名城線、はい、始発から終点まで乗り切りました。イエーイ。で、駅数が確か27だったと思うんですけど、はい、走行距離が494キロ。はい。494キロ。はい。18周と、だいたい18周と3分の2ぐらい走ったので、はい、ちょっと電気つけるよ。はい。あ、つった。つった。イエーイ。なので、約500キロ乗ったと、19時間半で、はい、始発の5時半から今がだいたい12時半前、うんうん、どうだった。そうだね、これあれだね、ほんとなんかね、最初の方はさ、あれだったけど、こう何、中盤ぐらいはなんか若干もう慣れてきて、うん、リラックスし始めてきたんだよ。なるほど。あのツイートしたから分かると思うんだけど、うん、馬娘やったり、馬娘やってたね、普通に。でウルトラマンも見てたよね。見てた。あの思いのほかやることなくてお気楽やな。そう、あの乗るのはいいんだよ別に、うん、ただ時間が長いだけで。ただ逆に、まあね、あのあれだね、絶対この電車の中だと、うん、こう見れないもんとか。そうだね、もうこんだけゆとりがないとできないことだよね、普通に。よくよく考えたら、うん、逆に日頃さ、何さ、電車ってさ、もう日頃移動するためだけに使ってる。まあそうだね、移動するために乗ってっていうやつだよね。そうだから、あくまで交通手段しかならなかった。まあね、まあ、それはある意味丸、うん、まあ、公共の場っていうものであるからちょっとあんまり言いたくないんだけど、うん、まあ丸一日ね、まあ、ほぼほぼいいみたいな感覚で使えるのちょっとなかなか新しいっていうか、うん、新鮮だったね、うん。まあそんなこんなでね、はい、まあ無事に名城線完乗できました。やった。終わりました。まあ、まああくまで好奇心でやったわけですけども、まあ皆さんも記録が持つ方はぜひやってみてはいかがでしょうか、うん。まあちょっとね、相当大変な思いはすると思いますが、はい、もしこういう企画やったよっていう人が、勇気ある方がいればコメントなんかでやっていただければというふうに思いますんで。はい。で、これからもね、我々の方も、また、ちょっと興味をそそるような企画をやっていこうと思いますんで。はい。今後の方も、鉄道チャンネル、そして、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。
ということで、今回の動画はここまででございます。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。もしよければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。どっちもね、チャンネル、いいチャンネルにしていこうと思ってんで、よろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画はここまでです。お相手は、コチピーと、マガジンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ほんと疲れた、名城戦。もう一日乗り続けるのやだ。それはそう。